はい、皆さんこんにちは、タツです。今日はですね、千葉県のですね、館山市、お台場海浜庭園っていうところに来ています。で、ここはね、キャンプ場です。でね、シーサイドの、キャンプ場になります。ということでね、今日はですね、ここから始めたいと思います。でね、こんな感じでね、後ろが海になってますね。すごくね、綺麗な海です。ということでね、今日はね、人がね、やはり誰もいないです。一人もいません。今日はここはもう存分にね、楽しみたいと思います。キャンプサイトからね、今ね、だいたい 50m ぐらいに来ます。ちょっとね、向こうに歩いてみます。見晴らしいでしょうね。すごいいいんですよ、ここ。まあ、ただね、風が強いからね、今日ね、夜ね、ちょっと気をつけないといけないですね。まあ、寒くなったらね、もう火を燃やして焚き火やります、もう今日は。綺麗、すごい。いや、いい場所だね、高台でね。ここめっちゃいいですね、この場所。いや、風が強いな。ちょうどね、釣りしてる人がいますね。今日ね、残念ながらね、ちょっと釣り道具を持ってきてないんですね。ただここ釣れるみたいですね。いるよ、ほら。そう、人がいるの、誰かいる。釣りしてる人。いやー、すげえいい感じのとこだね、これ。こんなとこ住みたいな。まあ、うちもね、実際ね、実家もね、静岡にあるんですよ。で、まあ、こんないいとこじゃないけども、結構ね、高台でね、海が見渡せるところにうちがあるんですよね。ということでね、うちの、まあ、両親もね、そこに住んだんですけども、だけど、まあ、実際に1年ぐらい住むとね、別にそれが普通になっちゃって、やっぱりね、ちょっと都心の方はね、やっぱ便利かなっていうかね。まあ、ある程度こうお店とかあったりとか、まあ、そんな場所の方がね、どうしても便利でしょうね。まあ、ないものねだりですよね、どっちかっていうとね。まあ、今はね、自分なんかね、新宿住んでるんでね、まあ、ちょっと田舎の、ね、方にちょっと住みたいななんていうふうにちょっと思ったりするんですよ。だからね、よく考えたらね、自分が生まれたところって、東京のね、これ外れの方なんですよね。すごいね、これ田舎の中に生まれたんでね、今考えてみればね、そこが良かったかっていうと、やっぱり都心の方に住みたくなったりね、してね。結局都心で住めばね、田舎がいいなって思うし、田舎に住んでればね、やっぱ都心がいいなって思っちゃうっていうね、なんかこうないものねだりっていうかね、まあそんな感じですよね。ちょっとね、木を拾ってきました。なんでこれをね、ちょっとね、切っていきたいと思います。まあ、こんな感じでいいかな。なんかこれか。結構ね、こんな柔らかいですよ。よく乾いてね。乾いてる時でね、結構柔らかいですよね。よく切れます。というか、中身はね、多分スカスカなんでしょうね。流木なんで。切れた。焼きますか、ママ。焼けるんで、十分。ということで、もっとでかいね、ちょっと次々ね、切っていきたいと思います。これをね、なんか30分までね、切れていいですか。あ、結構きついぞ、前からね、結構きついぞ。結構きついぞ、伸びないしね。もういけるかな、ここまで。よし、いった。いいでしょ。
まあ実はね、こんなにぶっとくとね、結構ね、燃えちゃうんですよね。ずいぶん切りました、今こんな感じで。もう結構ね、大変でしたね。まあ一本がね、太いんですよね、こんなにね。なんでね、大変でしたけど、まあ切りました。はい、ということでね、ちょっとね、結構寒いんでね、火つけました。まあまだね、火たくさんあるんでね、どんどん燃やします、今日は。今日は一日焚き火ですね、寒いんで。ちょっと寒いですね、やっぱ秋ですね、もうね。まあちょっと寂しいな、ちょっと。もうね、夏終わりですよ、秋ですよ、もう。ということで、ちょっとね、焚き火をね、バンバンやります、今日は。火ガンガンつけます、今日。寒いんで。これじゃ寒い？今日ね、あったかいよ。こっち来な、いいよ、来て。こっちかな、そうそうそう、その辺りでいいかな。寒いからね、本当にね。ちょっとね、今ね、火をね、もっとガンガンやりますね。あったかい、あったけえな。行くぞ、もう、今日は風が強いからね、火が回りますね、これ。あったかい、すごい。あったかいね。あったかいよ、すごい。あと強く。すごい。うん。ちょっと切るかな、これ。もうちょっと。もう長いし、だって、前こんな長いのじゃ燃えないもん。はい、きつや。まあね、よく燃えてますね。寒いよ、寒くないよ。あら、ここにはここ、ここ何もないよ。グラタン、ここにジャムスターだ。ここいいな。多分これ、潮が満ちてくるとここまで全部水が来ちゃうんだろうな、きっと。まあそんな感じの場所ですね。見えないだ、もうだ。綺麗、すごい場所が、本当に座っちゃうか。ジュース飲みたいよ。ジュースあるよ、後で、後で開ける、ジュースは。あ、大好きだよ。そう、見晴らしがいいね、すごい。いい場所だね。ちょっとね、潮が満ちてきましたね、少しね。ああ、メガネ。何これ、あ、木があった。カメだ、カメ。ウミガメだ、ウミガメがいる。そうか、ウミガメだね。火がね、ちょっと強すぎちゃってね。風が強いからね、すぐね、燃えちゃうんですね、バンバン。早いです、実際燃えるのが。火がね、燃え尽きるの早いですね、すごい。よくね、火が乾いてますね、よく思います。できた。あ、いい感じだ。トーストになってる、ちゃんと。
美味しそうなトースト状態になってますね。ほら、いい感じになってる。大丈夫だ。火が足りないな、これ多分夜まで。ちょっともうちょっと持ってこようかな。結構ね、木をね、たくさんね、持ってきたと思うんですけど、足りないですね。燃えるのがとにかく早いですね。なんか風も強いしね。丸々燃やしてるんでね、早いですね。